アッソチアツヨーネカルチスキカペルージャッカルチョはイタリアペルージャを本拠地とするサッカークラブである。2020から21シーズンはセリエ C に所属している。日本では中田秀俊氏が海外移籍を果たした際に最初に所属したチームとして知られている。ルチアーノガウッチは名物会長として有名でカダフィ大佐の三男。あるサーディカダフィを入団させたりと話題作りで、 クラブの宣伝にも長けていた。しかし、ガウッチ一族が脱税により卒い、没落するとと,ともに、2005年夏に、クラブは破産、セリエ C1 に降格し、経営陣も一新され、チーム名も AC ペルージャから、ペルージャカルチョに変更された。降格してから長い間セリエ C1 と、レガプロプリマディビジオーネで戦い、プレイオフにまでは勝ち残るも昇格できずにシーズンを過ごす。 そして経営が悪化していた二千十年七月二十一日に、事実上のクラブ破綻となった。プロフェッショニスティ連盟からセリエ D 降格が通告され、クラブ消滅の危機も囁かれたが、ロベルト・ダマスキがペルージャを買い取り、新会長に就任した。スポーツマネージャーには、アルバルアルチプレーティ、監督には、ピエル・フランチェスコ・バッティスティに、助監督に、ワルテル・ノベリーノがそれぞれ就任し、 名前を ASD ペルージャとして新生ペルージャがスタート。セリー D は1年目で優勝を果たし、レガプロセコンダディビジオーネに昇格した2011年夏には現在の AC ペルージャカルチョに解消。新たなプロクラブとして再出発を切った。2014から15シーズンにセリエ b に復帰。1978から79シーズンの セリエ A においては30試合11勝19分という成績でシーズン無敗記録を残しているが、このシーズンは AC ミランが優勝し、最終順位は2位であった。2003年には UEFA インターとトカップを獲得した。ありがとうございます。